民権政権アカデミーは、旧民進党のグループ、通称、枝グループ。民進党決党に際して、維新の党から合流した、国会議員26人の集まりとして発足し、2016年8月3日に、旧維新の党グループとして、政策グループ化した。9月の代表選後、連邦を支持した、枝健次ら主流派と連邦以外を支持した。 松野来ら非主流派が対立して活動を停止したが2017年3月14日に枝ら13人がグループを再出発させ4月6日に松野らが新グループ送信会を旗揚げして分裂したためその後は QUI の当初出身者が中心となるまた再出発に際しては原発ゼロ基本法案の策定などに積極的に取り組む方針を確認し 今後毎週火曜日に定例会を開くこととなった。2016年3月の民進党を決闘直後、旧維新の党から合流した国会議員26人による派閥立ち上げの動きが明らかになり、党内最大勢力となる見込みと報じられた。3月31日に初の準備会合を開き、4月7日の会合で今後、毎週木曜日に、 定例会を開くことを確認したが、党内融和のために当面は、情報共有の場とするにとどめた。7月の第24回参議院議員通常選挙後、勢力は23人となった。8月3日、旧維新の党グループとして、正式に政策グループ化し、同党代表を歴任した枝健次と松野来久が共同代表に就任した。 9月の代表選では見起きる改革に積極的な候補者を押すこととし枝の擁立も視野に入れるなど主導権の確保を目指した。しかし、連邦の出馬表明後は代表選が無投票に終わることを懸念し、その回避を図り、次期民進党代表に臨むことと題する政策、要求を8月19日に発表して候補者の選定を図った。結局、蓮舫も その後出馬表明した前原誠二も政策要求を受け入れた上、連邦支持派、前原支持派、玉木雄一郎支持派の三分裂状態に陥ったため、自主投票とすることを決めた。連邦の当選後、代表選で連邦を支持した枝良主流派と連邦委員以外を支持した松野良非主流派との対立が報じられた。 2017年1月23日の旧維新の党グループの幹部会合で分裂は必死との認識が共有され1月30日に松野ら12人が新グループの立ち上げに向けた準備会合を開いた3月14日に枝ら13人が会合を開いて代表選以来休眠状態となっていた旧維新の党グループを民権政経アカデミーとして 再出発させたのに対し、4月6日に、松野ら13人が、新グループ、送信会を旗揚げし、旧維新の党グループは、完全に分裂した。9月の代表選では、枝野幸男と前原の一騎打ちでは、投差指につながらないとして、7月31日の会合で、第3の候補の擁立を目指す方針を確認した。枝擁立論もあったが、 枝自身は代表代行として、連法執行部を支えてきた責任があるとして、出馬に慎重な姿勢を示した。しかし、グループ内若手を念頭に模索していた候補者選びが難航し、推薦人確保の目処が立たなかったため、8月17日の会合で、第3の候補の擁立を見送る方針を確認した。一方、8月18日に、 メンバーの井出勲佐生が出馬の意向を表明し、グループ約10人の支援を得た上で、残りの推薦人の確保を目指す考えを示したが、8月21日の立候補届出に必要な20人に届かず断念し、グループは自主投票と報じられた。10月の第48回衆議院議員総選挙では、9月28日の民進党両院議員総会で、 希望の党への合流方針が了承されたことを受けて、グループのメンバーも希望の党に公認申請することとなったが、多くが公認漏れとなり、これに反発した枝は無所属で出馬、当選した。2017年3月14日の会合には、旧維新の党グループの国会議員23人のうち13人が出席した。4月6日の松のグループ旗上げにも13人が参加していた。 共参列、ありがとうございます。